おはようございます。14日、11時4分。さあ、オフ会日です。まあオフ会17時からなんで、それまでウーバー1時間ぐらいやりましょう。エネルギー補給、いただきます。あら、生活改革終わってから全く変化してない、ね、まあでももう本当に1日も欠かさず酒飲んでたんで、まあ2日前は飲まなかったんですけどね。ショーシャンクの空にを見た後だったんで、なんかあれ見ちゃうとビールとかね、そんな簡単に飲んじゃダメだなって思っちゃうんだね。まあでもそれでプラマイゼロなんで、まあいいでしょ。これで脂肪燃焼します。自転車久しぶり。そう、最近ね走ってるんですよ。自宅からこの懸垂公園まで 700m ぐらいあるんですけど、そこをね毎回タイム測って走ってるんですけど、今の平均タイムがここまで来るのに、4分10秒ぐらいですね。これ小1の 700m のタイムより圧倒的に低いっていうね。ということで懸垂プラスオンラインしていこう。さあ久しぶりにオンラインだ。そうそう、これ青いの出てるでしょ、青いのね、この青いシミ、ケイで、この青いシミ、モロヘイヤ三上さんがなんかサポートに連絡してくれたそうで、この青いシミ何かというと注文が増えている地域、分かりやすく言うとなりやすい地域ですね。なので別にここの中に入ってたとしてもプラスお金もらえるとかはないですね。ということで最近の懸垂トレーニング方法が変わりました。これ見てください。こんな感じですね。これを10回を3セットと、懸垂のある注文が来た。マックかな、お、マックか、マックですね。これ久しぶり、何週間ぶりだろう。これさすがクソ混んでるわ。これは10分ぐらい待ちそう。どうも、ウーバーでーす。これですね、お預けします。ホルダーなしですね。昨日の寒さだったら大丈夫だけど、今日結構20度ぐらいあるからつけてほしいけどね。何回言っても直さないからね。あ、こんな感じで、まあ、これは別に倒れても大丈夫。こっちはまあ倒したらやばいやつ。はい、外、あ、グッドにしちゃった、グッドにしちまった。そしてめっちゃ嫌な方向、青だけど、まあさあ、あの信号左、あ、小学生たち土曜出勤なんだ。コロナでめっちゃ休んでたから、それを取り返すために、戻ってきましたね。どうなった。これはマック鳴ってるね。マック最強だな、これ。3分でできた、早いね。スピードは速い。スタート、なかなか遠目だけど一番好きな方向です。なんかサポートに電話で聞いた人がいて、お母さんちょっとこっち寄ってとか言え、
そう、サポデンで聞いた人がいて、なんか自転車バイク関係なく平均スピードで、ロング配達とかショート配達振られやすくなるらしいんだよね。いや絶対そんなことないから、あったとしたら最初の10件ぐらいで決められて、そっからもうずっと変わらない。最初の10件ぐらいでめっちゃ早く配達しちゃったら、もうずっとそっからはロング担当みたいなのはありえるかもしれないけど、そうじゃなかったらだってショートばっかなる人でもめっちゃ速い人もいるし、よくロングやってるなっていう人でもめっちゃ遅い人いるし、全然関係ないよそれ。まあ、そもそもサポートの話を信じる時点で、うん、あれだよね、サポートが俺たちにどれだけ今までサポートしてくれてたかを考えればわかると思うけど、だいたい適当を言ってるからな。あと25分、うん、今日も1時間です。そうそうそう、それで受けキャンとキャンのね、違い、みんななんか意味わかんない使い方してるから、ツイッターで言ったんだよ。みんな受けキャンを普通のキャンセルとして使ってるじゃん。でその受けって何みたいな、で聞いたら受け取り前キャンセルらしい。いやいやいや、キャンセル自体受け取った後でしかできねえのに重複しとるやんみたいな、なんか高い高台みたいな使い方してるから、何アホな使い方してんのずっと思ってたんだけど、ピックする前にキャンセルすることは受けキャンじゃなくて普通にキャンセルだから、そこで受け取った後に、キャンセルする行為を受けキャンみたいな、最初受けキャンみたいな初めて聞いた時、あ、受けた後のキャンセルねみたいな、だから結構やばい行為のことを受けキャンって呼んでんだ、なるほどねと思ってたけど、よくよくこうずっと聞いていくうちに、あれみんななんか普通のキャンセルのことを無駄になんか受けとかつけて使ってるなみたいな。バカでしょ、略すならわかるけど、わざわざプラスでこう言葉つけてる意味わかんない。普通のキャンでいいじゃん、それだったら。どんなことがあっても注文を受け取る前ピコってなって、商品大量注文でじゃあやだっつってキャンセルするのは、それはただのキャンセルです。であんま行きたくねえお店だったなっつってキャンセルするのも、それもキャンセルです。ただので、お店まで行って、あと何分ぐらいかかりますかっつって、10分以上かかっちゃいますねって言われて、あ、じゃあキャンセルしちゃいますねっつって、それもキャンセルです。ただの受けキャンっていうのは、商品を受け取った後に、配達スタートした後にキャンセルすることを受けキャン。てかそれも俺は認めてないんだけど、なんか分かりづらいし、どっちか分かんないし、なんか受けっていろんなところで使えるから、でも考えました。ピック前キャンセル、略してピ前キャン、ドロップ前キャンセルを D っていうでしょ、略してディ前キャン、ピ前キャンとディ前キャン、はい、これに統一したいと思います。いや、めっちゃ手前感意識してるし。はい、やろう。2つ目の筋トレの項目で2つ教えてもらったんですよ。以前やってたやつより効くやつをね。グッとジャンプでここまで引きつけた状態でゆっくり5秒かけて戻す、それを3回を3セット、これがね結構効く。普通にこう足ついた状態でやるより、本格的なちゃんとここに肩の下とここの筋肉に、あ、来てるなみたいな、ここ筋肉痛今なってるんですよ。だからこれいいです、おすすめ。全くだから最初懸垂1回も上がらない人でもこれだったらできるから。なっちまったぜ、ラストかな、マック。いいね、3連マック。くっそ並んでる、これ何番目になるんだ。3セットだ。まあまあですね。次この行列で3セットが3分でできたぞ、さすが。もう普通にこれ並ばないでさ、ウーバーで頼んだ方が早いから絶対。さあ最後は最強です、最後最強。はい、ゴー、まっすぐ。いや、このぐらいになってくれると楽だね、ストレスなし。はい、これ後ろからめっちゃ来てるけど、
今のマイブーム、腹筋を50回1セットでやる、50回一気にできればいいことがあるみたいな思いながら、いやーでも、でもめっちゃきついのよ、50回一気にやるの。もう残り3回ぐらいになるともうヒーヒーってなる。ただそこを乗り越えて3回やることによっていいことがあるって思いながらやるっていう、まあプラセボ効果ですね。マジでなんだ、腹筋と腕立てはなんか徐々にこう楽になってきてるんですけど、やるのが。ただ背筋もね、全然初期の頃から辛さ変わってないし、あと一番変わってないのがスクワット。スクワットは全く変わってないですね、初期とのその辛さ。今でも25回ぐらいでも結構きついから、ひたわってんのかな、きつい、きつい。あのこれこっちの方に効いてると思うんですよ。あ、でもここだな、ほぼ。でもウーバーやってればここは鍛わるから。いや、どこ鍛えられてるのか分かんないんだな。やっていきます。30。初めて30いった。で、やっぱなんだろう。胸筋を使う癖があるのが多分、懸垂。胸筋はなんかすごい、アーチェリーやってたから、つきやすくて、その胸筋に頼っちゃってる。後ろどうなってる？後ろ。これアーチェリー的には、こっち側の肩甲骨がちょっと下がるのがね、理想なんですよ。こう引いた時。わかんねえか。またなんか弱い者いじめというか、ネットいじめ、またかわかんないけど、なんかいじめが発生してますね。女性配達員一人捕まえて、汚ねおっさんたちがね、わーわー言ってますけど、まあこれ説明すると、最近自転車にもかかわらずロング配達めちゃくちゃ増えてるじゃないですか。でそのある女性配達員が、また4キロまた5キロだみたいな、4キロ5キロ以上だとサポートに連絡してキャンセルしてくださいみたいな、要は受けキャンですよね。それを7回ぐらいしてアカウント一時停止させられたと。でそもそも見える仕様にしてくれと、こんな4キロ5キロ自転車で行けないと。スタートする前にその配達先ある程度見えてれば行かないのに、見えないからこうなってんだよみたいな。でそれに対してめちゃくちゃおっさん配達員たちが、いや仕事なんだから行けよみたいな、いや嫌ならやめろよみたいな、だとしてもお客さん巻き込むなよ。まあ確かにね、でさ確かに全部言ってることはわかる。まあこのウーバーが決めた奴隷ルールの中からはこうはみ出しちゃってるよね。まあはみ出してんのかな、だってキャンセルはできるわけだから。そもそもキャンセルっていうシステムがなかったら、ないのに完了とかしちゃって商品とか食っちゃってるとか、そういうんだったらわかるけど、キャンセルっていうシステムがあるから、使う使わないはその個人事業主その人の勝手だし。でそもそもね、だってみんなもさ、配達スタートってやってビューンってこう広がりの速度めっちゃ速い時とかはーってなるじゃん。配達スタートギューンってなるでしょ。自分たちはなってんのに、いつもそういう、うわロングかよみたいな絶対思ってるはずなのに、いざなんかキャンセルしちゃう人が現れたら叩くって何？本当にね、そう思ってます。なんかね、いや叩く気持ちはわかる。だってもうルールシンプルにルール違反っていうか、まあモラル違反というか、まあわかんないけど、まあルール上は別にその人の考え方次第でね、サポートに連絡してキャンセルとかする。でそれで最終的に永久的にアカウント停止になるんだったら、別にその人個人のせいだし、別に俺たちがどうこう言う筋合いないし、ただそのみんな思ってたことじゃん。だなんでこの機会にさ、みんなでこう運営とかサポートにこう一気にこう言うことができれば変わる可能性あるから。でその女性配達員はもうしっかり自分の意見、配達スタートする前にある程度の何キロぐらいか、どの方向かぐらいは教えてくれとね。だってわかるわけじゃん、運営は分かってるのに出してないわけだ。そういうのも出してくれと、出してくれてればそもそも行かないと、キャンセルすることもないと、お客さんに迷惑かかることもない。でそれ分かってたじゃん、みんなも思ってることをあの女性配達員言ってんのよ。
運営にちゃんと。でも君たちは言ってないでしょ、絶対。団結して全員でこうこういう風にしてくださいって言えば、軽くスタート前にうっすら配達先見えるようになるかもしれないし、まずそもそもロングが嫌っていうような料金設定なのもダメだと思うね。だから1年前に変わった前の料金システムと今のやつを比べると、長く運べば運ぶほど損してるの、前のに比べたら。それをしっかり、そのロングであっても気持ちよく配達できるように、ロングラッキーみたいな、稼げるからラッキーみたいな思えるぐらい出してくれるようにするとか、そういうお願いをするとかね。だからそういうさ、改善する方に力注げよって。なんでこう、チャンスだしょ、今チャンスだからね、変わる。それを何、小手先の自分のストレス発散でこう一人の女性配達員をこうバーってやってんの、ほんと頭悪いよな、マジで。そのストレスって日々の積み重ねだけど、そのストレスの中には配達スタートって言って、うわロングかよっていうストレスも入ってんだから。だからここで団結することによって、ウーバーシステムはより良くなって、そのロングでうわーっていうストレスもなくなるんだよ。そこにどんどん繋がってくのに、目先のなんかストレス発散でこうやって、なあ、なんだこれ。で、俺がね、俺の持論、俺が思うに、はい、スタートする前に配達先を見せちゃうと、僻地とか、そもそもロング配達はみんな拒否キャンセルされて、行かれないじゃないかと。全然配達されないじゃないか。そういう意見あるんですけど、そういう意見よく来るんですけど、まあ、それは全然簡単で、今までのブースト、シミ制度すべて廃止。で、ロング陰性、プラス熟成陰性。その二つだけにすれば、まあ、全然いいと。全然回ると思います。ロング、例えば、2キロ以上、プラス50円。3キロ以上、プラス100円。そうすることによって、あ、ロングラッキーみたいな、そういう風な気持ちになれるし、逆に、僻地の配達ね。ロングじゃなくても僻地の配達とかは、うわ、あんなとこ行きたくねえな、みたいな、戻ってくるのめんどくせえし、なって拒否キャンセルされがちだけど、それでされたとしても、例えば、配達に決まらないの10分、決まらない。拒否キャンセルされまくって決まらないと、プラス50円になってた。20分以上でプラス100円、30分以上でプラス150円。あげるので行ってください、みたいな。あ、じゃあ熟成案件だけど行こう、なるし。そもそもね、こういうインセンティブの出し方が、まあ通常だと思うんですよね。健康的。基本的に、頑張った人に、それ相応のインセンティブを与えるっていうのは普通なので、それが一番いいと思いますね。それでも、普通にうまく回ると思います。はい。届いてます。米？わ！米到着。マジかよ。今のところ家に10キロぐらい米あります。いただきます。ウーバーを通してたくさんの仲間ができました。光マンのおかげ。マジか。よかったね。ありがとう。引くか。もう結構上達してますからね。赤ね、黒の夕日眺めてたら、晴れた心はでき、そんな心。終わりです。乳首めっちゃ感じるんだけど、ちょうど乳首。